はい、こんばんは、たまらんちです。1週間お疲れ様でございます。えーと、今日は、ギター選びと、ギターアレンジでちょっと、改めて思ったことがあったので、くちゃべってみたいと思います。ええー、今日は、今日もか、違うな。 えー、昨日つよしやったから。今日はアリス。もうや、やったんですけど。えー、黒い瞳の少女、黒い瞳の少女っていう、えー、曲がありまして。えー、めちゃくちゃ短い曲でね、えっ、ー、と、2分、2分30秒ないんじゃないですかね。2分、どんぐらい ?2 分20秒ぐらいかな。えー、ぐらいの曲なんですけども。えー、まあアリスファン、 であれば、多分あ、特に初期の頃のね、えー、ファンであれば、絶対知ってると思いますけど。で、その曲やるに、えー、まあ前にも一回ね、かなり前ですけど、MTR 買ったばっかの頃にね、MTR の使い方の練習がかてらに、ね、その時ちょっとアリスをね、多重ローコンでやったりした時あるんですけど、その時にもやったんですけど、まあもうね、聞けたもんじゃないんですよ。 えー、録音も歌もね。えー、ということで、まあ、取り直しというか、改めてやってみたんですけど、やるにあたり、あの、原曲をよくよく聴いておりましたら、多分ね、12弦ギターを使ってるんですよ。音の響き的に。えー、ギターはね、イントロは1本、おそらく1本に聞こえるんですけど、音的には、 コーナーね、リバーブかかってるというかね、こう重なってるような感じなんで、多分12弦ギターだと思うんですわ。それで、えっ、ー、と、12弦ギター持ってないので、えー、まあ、何度か紹介してるし、それを使った曲もアップしてるんですけど、いー、持ってくるの忘れた。えー、ハイローピックっていうね、こう、ピックが2枚こう重なってるピックを持ってるんですよ。えー、チャギアンドアスカのアスカさんが考案したというね、 あのネジで止まってんですよ2枚のピックがあの三角ピックがそれで、えー、その当てるタイミングをねちょっとずらすと要はあの先っちょが2個ついてるからテレーンってなるわけですよテレーンってだから12弦のなんつうのそのほら2本こうあんね12本まあ、だ6本がこう2本ずつ玉になってるような感じで引くとデロ,デロ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 ってこうなるのと同じ原理になるっていうまあピックでねまあ うん、まあ、それっぽくはなりますけど、まあ、とってもじゃないけど、十二元にはならないですけどね。まあ、とりあえずそんな感じで、やりました。まあ、それは道具ね。えー、あこの幅は広がる道具ですよ。まだ売ってると思いますよ。えー、楽器屋さんじゃあんまり置いてないんでね。あのー、教えの人に教えてもらって、ネットで買いました。ハイロピックってやって検索すれば、売ってるとすれば出てくると思います。ちょっと調べてな、ね、い。 えー、で、まあ、それは道具なんですけど、あのー、まあ、特にアリスだな。うん、もうカバーをやるようになってから。えー、まあ、それ以前もやってましたけど、あのー、アコースティックギターがメインでね、こうやっていくギターやるときの基本で、これはもうやられてる方いっぱいいると思いますけど、えー、今日の曲が C なんですよ。主金がね。<laughs> C の曲なんで,で、その C のコードで、 そのハイローピックっていうのを使って、まぁ、じゃかじゃというかね。うん。ジャカジャカっていうか、ちょっとハイローピックは弾き方ってね。えー、半、ちょっとフィンが混ぜたような感じのストロークする,すると綺麗になるんですけどね。まあ、それでやって、えー、音の厚みが欲しかったので、あのー、カポさんか。カポさんの A で、普通のピックで、まあ、ストローク。で、さらに、えー、カポ語の D ですね。C だからね。 そうだね、あっごめんカポコの G だ GGG、えー、でフィンガーをやって重ねるこれをよくやりますあのー、カポ使ってキーを上げてね、まあ、要はローコードのやつとハイコードで音を多重で入れると、あのー、アコースティックだけの曲でもものすごく音が熱くなっていい感じだと思いますこれは まあ、やられてる方は、まあま、多重やる場合ね。多重録音する場合。とか、ライブで2人以上でやる場合なんかは、同じコードをね、あの、弾くよりも全然、いいですよ。はい。それはかなり多当しますね。ええー、それと、どのギターを使うかということなんですけど、 私4ね、アゴギ持ってるんですけど。正直ね、前は気分です、もう。気分とか、まあ動画も撮ってるんで、見た目とかね。着てる服が茶色だから茶色のギター使おうとか。そういう選び方してたんですけど。あんまりこだわりなくってね。なんですけど、さすがにね、こんだけやってると、 出てきてまあ、あのー、今のそのアコーギーのね、あのカポ使うのもアリスなんですけど、本当にアリスのカバーやってね、アコースティックギターは、あのー、自分の中でですよ、ね、これ、あの、万物に共通するものとかっていうことで、交釈垂れてるつもりは全然なくて、自分がやってる中での話ですけど、あの、ギター選びもね、本当に、えー、自分なりのツボというか、ができまして。 もうあのね、ストローク曲はね、本当にヒストリーの生音が大好きになりましたね。あのー、なんだろうな。機械の、要はアンプの音じゃなくてね、アンプ、アンプ。ピックアップ、ピックアップの音じゃなくて、本当に生鳴りの音。で、生鳴りの音がね、あのー、多重録音して、例えばエレキとかね、リズム文とか、 まあ、ベースとか入れても負けないんですよ、あのギター。そんなに、で、音ほら、こう、ボリューム上げちゃうと割れたりするでしょ。なこともなくて、もう適度なボリュームで音が負けないんです、あのギターは。えー、だからストローク曲はヒストリー。ね、特にアリ,アリスの、アリスのストローク曲にはもってこいですね。 でも、この間、じゃないですか、ちょっと前ですけど、あの、つよしさんの、泣いてチンペラとかね、やったときも、確かあれもヒストリー使ったと思いますね、確か。えー、はい、です。それで、ちょっとアコースティックな味を残しつつも、えー、リードギターをアコギでやりたい。となると、生音だとちょっとね、音が埋もれるんですよ。 だけど、ピックアップピックアップしたパリンパリンの音は嫌だなっていう時は、えー、テイラー。あのもうね、最近は本当にぶったたいてばっかでごめんなさいのね。ギターコンガに使ってるテイラーなんですけど、あれもまあ、あの、生音に近いね。ピックアップなんですけど、生音に近い、ほぼ生音の音を出してくれる。うん、けど、生音の響き的にはヒストリーの生撮りのがいいんですよね。えー えー、そうだからそのアコースチックギターアコーギのサウンドを残しつつのリードギター弾きたい時はテイラーですはいれでえー、とチェイスさんの弾き語りとか、えー、完全ストロークじゃなくてピック持ったちょっとこう一本一本弾きつつストロークも混ぜつつみたいなあの弾き方するときギブソン要はギター一本ですね ギター一本で弾き語りするときは、まあヒストリーも出てきますけど、えー、本当にジャカジャカするやつはヒストリーでもいいですけど、ちょっとこう一本一本弾くようなのを混ぜつつやるときなんかはギブソンの,あのシールと繋いだね、ことでやります。で残ってるヤエリは、えー、弾くのが大変な曲 <laughs> あの。ネック薄くてねあの、非常に弾きやすいので。 うんうん、あとはまあ曲によってねその時の思いつきでどの音にしようかなっていうのはありますけど、まあ、今ちょっと一概にこの曲はこれっていうのはちょっと思い出せないですけどただやっぱりねこう本当に弾き込んでどのギターがどの音だっていうような感じがかなり把握できたのでそうするとこの曲やるかっつった時にあこのギターかなみたいないうようなことは考えられるように。 あくまで駆動英語ですが、自分の中でですよ。はい、まあ、そんなことを駆使しつつ、えー、やるの非常に楽しいです。あのプレイもそうですけど、音もね、えー、MTR のミキシングも、まあ、本当にもう自己流でっていうかね、誰にならんも何もないんで、本当自分の好きの好きな音にするスキルが 自分の中で、ちょっとまあ、身についたかなっていう話ですよ。はい。あの、こうやるといいですよって話じゃなくてね。まあ、あの、過去使ったね、最初の話なんかは使えると思いますけど。はい。今日のね、その曲も、黒い瞳の症状という曲も、非常に短い曲なんでございますが、語彙3本、えー、C のハイローピック使ったストローク、 カポさんの A のストロークカポ5の D のピ、えー、ンがあとあとイントロと中間の感想のなんかチェンバロみたいな音してたんでそれはセミヤコを、えー、コーラスか深めにかけてちょっと音を作ってやりましたけど、まあ、そんなあのギターの <laughs> 重ね方とか どのギター使うかとかそんなことも考えつつやってます。はい、という、なんだよ、<laughs> お話でした。えーまあ、こんな風にやってますよっていうね。はいえーまあ、あー重ね取りしたり、複数人でアコギ弾くときなんか、ちょびっとでも参考になればいいかな、なんとも思いつつなお話でございました。 ええと、これで週末はね、どうしようかな。まあ、カバーもまだやる許可ありますけど、この間のね、えー、ボインがおならをフルバンドにしようかなっていう気もしないでもないですし、まあ、もうちょっと寝かせようかなって気もするし、他の自分のオリジナルをフルバンドにしようかなって思ったりもしてますし、何が出るかなわかりませんけど、はい、また土日になるので、まあ、日曜日か思い。だけやりたいと思います。 とということでまたアップしますんでよろしくお願いいたします、はい。ということで今日は、えー、ギターの、えー、お話でございました。それでは今日はこの辺でおやすみなさい。